あっけん TV プラス、どうも森本健太です。最近電話による悪質な勧誘や訪問販売などで高齢者の方が消費者被害に遭うケースが増えていますよね。そこで今回のテーマは、全国初、気になりますね。最近インターネットや携帯電話の普及により架空請求の被害が増加、生活センターに寄せられる相談内容も多様化している。窓口への相談は年間およそ3万件もあり、中でも高齢者からの相談がおよそ3割を占めている。さらにその被害額は100万円以上と高額なケースもあるんだ。深刻な事態ですね。そこで県警はアンダー10作戦を展開中。日本一安全安心な広島県を目指し被害防止に取り組んでいる。一方、県では直接県の生活センターを訪れにくい人が身近な窓口でより専門的なアドバイスが受けられるようにするため、全国初の取り組みを始めた。全国初、なんだろう。その現場へ向かってみると、画面に向かって喋っている人が、カメラとマイクがついてますね。これはインターネット回線を利用したウェブ会議システム。県の生活センターと市町の消費生活センターを結び、画面を通じてやり取りができるんだ。現在23市町の相談窓口のうち、竹原市や三好市、安芸高田市など9市町でこのシステムを利用できる。今後順次拡大していくぞ。これまでは一人で対応しなければいけなかったんですけれども、経験豊富な県の相談員さんが対応していただけることで、とても心強く思っています。さらにより高度な知識が必要な複雑な案件の場合には弁護士などの専門家につなぐことができ、迅速な解決につなげることができるんだ。相談してですね、大変良かったです。弁護士さんにですね、具体的にアドバイスをいただきましてですね、大変参考になりました。電話だと表情がわからないので、相談される方がどういう気持ちで話しているかということがなかなかわからないことが多かったんですね。ただ今回のシステムだと顔を見ながらお話しできるので、表情とかお気持ちがよくわかるということで非常にいいと思いますね。県は今後も安全安心な暮らしづくりの実現を目指し、県民へのサービスを充実させていくぞ。ご高齢の方や中山間地域にお住まいで、なかなか県生活センターをご利用いただけなかったという方にも相談していただきたいです。このシステムがあれば問題解決のスピードが早まりますね。心強いです。広島県からのお知らせです。7月11日から20日まで広島県夏の交通安全運動を行います。高齢者の交通事故防止など、この機会に日頃の交通マナーを見直し、交通事故防止に努めましょう。広島県の警察官採用試験の募集を8月28日まで受付中。第1次試験は9月20日に行います。詳しくはご覧の問い合わせ先まで。広島発見 TV プラス、次回も水曜夜をお楽しみに。